この部屋の完成予想図を書いてみようと思います。はい、ここに吊るしたらいいんじゃない、このさ。あ、いいね、いいよ。このソファどうすんだろうね。だしコンセントないから。さて、ここからはチャンネル会員の方限定の動画になります。はい。まあ、でも他に何か書いてないの？他ね、ベランダ書いたけど、ちょっとね、よく分かんなかった。ベランダどう書けばいいのか分かんなくて、こんな感じ。まあでもこんな感じよね。まあまあ、これ観葉植物？まあ観葉植物なんか。観葉植物外出すなよ。見ろよ、寛容だっつってんだろ。なんかね、そうちょっとビジュアル的に大事かなみたいな、あった方がいいかなみたいな思って。それは何育ててんの？なんかバジル。バジルやっぱやろうよ。バジルの生え方わかんないんで、ちょっとこんな適当な感じ。確かにバジルの生え方わかんないわ。そう、もうあでもほらこんな感じだよ。ああでもなんか全然あれだね、どっち側というかこっち側だったわ。こっち側だわ。一応これ何にする？やっぱミニトマトじゃないですか。あ、ミニトマトいいね。イチゴですか？イチゴもいいと思う。室外機のそばにプランター置くのは NG。 ちょっと見てきて。え、やばくない？普通に室内機あったよね、多分。てかあるよね。ワンちゃん？いや、ノーちゃん？どうだろう、ちょっと離れた場所でバジルとかね、ちょっと壁になってもらって。え、バジルも多分ダメじゃん。ダメかな。なんかじゃあ壁作る？あ、壁作る。室外機に？室外機がダメになっちゃうんじゃないそれ。いや、ちょっとスペース空けてさ、なんか壁じゃないけど、確かに、うん、なんかパーテーションみたいな。あ、いいね。作ってもいいんじゃないですか。確かに。あ、そういえば画角変えて、今あのキッチン、ダイニングキッチン側にいるんですけど。あ、そうですね、うん。ここは作業スペースかな。ここはなんかさ、うん、机とか置く？いいんじゃない？デスク？うん、デスクみたいな作業台みたいな。キャリーじゃなくて、ここに作業デスク、うん、そこは作業デスクでいい気がするけどね。そしたら椅子もね、作りたいよね、うん、作れる。でここになんかラックみたいなの置いてね、うん、なんかこう道具とかをしまっておけるようにして、ここで組み立てたりとかするような、うん、なんかでもフローリング傷つけないようなおしゃれなその、うん、そうだね、作業マットみたいな、うん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 、ビニールシートのちょっとかわいいやつみたいな。そうね、あとなんかさ、あれ発泡スチロールみたいなのあるじゃん。なんか、え、発泡スチロールのラグ？発泡スチロールじゃないんだけど、なんかそういう素材のなんかさ、ヨガマットのさ、あー、はい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 、感じのさ、なんかあれとかもいいんじゃない？いいね、いろんな色組み合わせてさ、なんか、あ、確かにオリジナルの。あ、そうだよ、だからそもそもさ、うん、なんかさ、タイルマットみたいなのを敷いとくのはいいんだよね、多分ね。そうだね、そうだね。あっちはいいけど、こっちはそういうのを敷き詰めて、うんうんうん、それも DIY じゃん、言ったら、ね、DIY だね。タイルマットうち敷いてる。お、仕事場の仕事をする部屋には、うんうんうん、あの足音とか気になる部屋だから、一応ちょっと分厚めの敷いてるわ、うん、そういうのを敷こう。それです、うん、じゃああっちはさ、で、まあ、多分その上にさらにあのビニールシートみたいなの敷いて作業作ったりとか、うんうん、組み立てたりとかしたり、うん、あっちは多分ラグだよね、ラグマットがいい、ね、ラグマットだね。何柄？何柄がいいかな。エスニックなのとかちょっと可愛いなと思うんですけどね。いいですね。その辺からさ、全体的のさイメージ、そう、世界観ちょっと作んないと、ね、作ろう、世界観、うん、モチーフ塩や世界観作って。私の世界観ですか？クリープハイプみたいになっちゃったけど。やっぱね、俺はね、でもね、北欧系に憧れる。ああ、そうね、うん、ちょっとね、そうなると床にもちょっと敷かなきゃいけないの、うんうんうん、北欧系のなんていうの、ファイン材みたいな、ちょっと床上げるというか、うん、敷くんだ。敷くやつがね、あるんですよ、板っぽいやつを。そう、板というか、なんかもうマットみたいな。ああ、それ敷こうよね、北欧系にしようよ、うん、北欧系いいですか？ザックリエイトに北欧系のイメージ多分一切ないと思う。一切ないか。いや、いいよ、まあ、でもそんなこと言ったら、こっから作っていこうよ、うん、で、ドライフラワー下げんでしょ、壁から。あ、そうそうそう、いいじゃん、おしゃれだし、こうやって遊ぶんでしょ、テトラが。そう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 、あとやっぱ絵画とか。あ、飾る系男子ですか？描いてもいいんじゃん、だから俺が描くの。あ、いいじゃん、そう、飾るやつを描いたりとか、いい、うん、あとはまあ色合いとかかな。やっぱこっちとあっちの世界観を変えたいよね、うん、変えたいね。主な撮影スペースと作業スペースで、うん、なんかちょっといいじゃん、ワクワクしてきて。いいよね、その収納とかもさ、どっちかというと北欧系のさ、うん、ウォールナット調みたいな。そうだね、でしょ、うん、わかる。いいと思う。キャットタワーもそうしようよ。
キャットタワーもそうしよう。板っぽいのにさ、ちょっと敷くみたいな、うん、あ、いいね、いいね、いいね、感じにして、うん、壁紙とかもじゃない、そしたら。あ、壁紙もそうね、ちょっと白じゃないよね、うん、どこかちょっと色つけても一面だけとか色変えても可愛いと思う、うん、めんどくさくなってきた。壁紙貼るの大変よ。だって現状復帰とかどうするんだろうね、うん、まあ、現状復帰する際は剥がさないといけないですね。貼って剥がせて、あ、簡単なやつある、のり残りしない壁紙とか。あ、もうまさにじゃないの、アマゾンですけど。え、暖炉置きたくない、すごく。あ、ほら、こういうシートだよ。だって、あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、あ、かわいい、かわいい。うわ、見つけちまったよ。で、やっぱ壁はちょっとなんか板とかコルクとかで塞いで、うん、間接照明とかにしないと雰囲気全く出ない、うんうん、間接照明で置きたいね、うん、でも撮影するときはやっぱ焚くけど、うんうんうん、間接照明はさすがに作れないかな、難しいかな。なんで作りたがるの。だってそういうコンセプトの番組じゃん。いやいや、作れるものは、まあ、だから今部屋を作ってる段階だから。あ、そっかそっか、そう、その上で DIY できるものはするけど。なるほどね、無理して作る必要はない、ね、だってコスト的にも作業期間的にも絶対買った方が安いものってある。確かに、それそうだ、いいものってあるからさ、うん、そうだ。あれ簡単な、あのさ、なんかさあるじゃん、あのイルミネーションみたいなさ、うん、一本に糸にさ、あの細かい豆電球みたいなのがついてる、あれをさ、なんか部屋に、うん、あのあれすればちょっと DIY かもしれない。確かに、うん、あとはあれだよね、この今豆電球刺さってますけど、うん、これをさ、そもそもさ、なんかおしゃれ豆電球、うん、おしゃれ豆電球したいにしたらいいとかね、うんうんうん、いいんじゃない。結構なんか湧いてきたよ今。だってこれさ、間取り以外で俺が書き足したのが赤い部分だけどさ、結構いろいろあるよ、うんうん、見えてきた、見えてきたよ。あとレンジと冷蔵庫はもう買う。テレビ欲しいね。あ、テレビ、え、な、住むの。テレビはいらん、テレビはいらん、いらんくない、いる、やめましょう。後々ね、ほら、後々そうだね、ここで生配信するとしたら返しのモニターとかはいるでしょうけどね、うんうん、そうですね、モニターが欲しいんだな、うん、今日はそんなところで夢膨らむ、夢膨らむね、うん、どれだけ実現できるかな、喋りでございましたけど、うん、今年2021年はひとまずここを完成させることを目標にね、うん、はい、いろいろやっていきつつ、やっていきましょう、オクターブサイドオーバーラン、うん、2021年発売予定ですんで、そちらもお楽しみに、はい、よろしくお願いします。よく見てこれ、え、あ、ちなみに次回はソファーを DIY する予定なんですって。いきなり大きいところから、うん、このやっぱね、やばくね、現場にたかしいないからね、経緯を知らないで、やっぱとりあえず着地点を書いてくれてるだけだから、次回はひょっとしたら壁紙を貼るっていうことをやってるかもしれないよね。いや、そう、そうね、そうね、あとはその臨機応変にね、タイル、あの、うん、タイルマット敷いたりとか、うんうんうん、あっちもね、確かに先にタイルマット敷かないことにはソファーも置けないから、そうそうそう、見えないですか、全貌が。そうだね、はい、テンション上げるためにも床と壁をまず触るかもしれないですが、いいかも、うん、座るとこないからまずソファー作るかもしれないです、はい、お楽しみに、楽しみに、はい、また次回。